俺の名前は大橋貞夫、55歳の独身サラリーマンだ。よし決めた、この車ください。ありがとうございます。定年退職まであと5年、この5年を頑張るため自分へのプレゼントとして高級車を購入した。ずいぶん迷ったけどついに買ったぞ。人生最後の大きな買い物だ。俺は今まで仕事一筋で真面目に働いてきた。これからは定年後に向けて少しずつ贅沢を始めても罰は当たらないだろう。釣りなんてめったにやらないけど、これから行く機会が増えるかもしれないし、よし買おう。他にも老後の楽しみのために動画配信のサブスクにも入った。そして人付き合いにもお金をかけるようになる。大橋さん、今日も来てくれてありがとう。ママから電話もらったら来ないわけにいかないからね。俺でよかったらいつでも呼んでよ。さすが大橋さん、イケメン。いやー5年後には退職金も出るし、65歳になれば年金だってもらえる。ちょっとくらいの贅沢どうってことない。老後の経済的な不安なんて全く感じていなかった。不安はないけど、老後の資金を増やせるなら増やしたいよな。大きく増やすならやっぱり株か FX か、いや仮想通貨ってのもありだな。でも資料をいくら見たって素人の俺にはどれがいいのか判断がつかない。こういう時は専門家に相談するのが一番だな。今度とりあえず証券会社にでも行ってみるか。大抵の人はここで自己判断をして失敗する。でも俺はそんなヘマはしない。そうですか、投資をお考えで、それは素晴らしいですね。今あるお金を少しでも増やせたらと思って。ではこちらはいかがでしょう。そんなある日、学生時代からの友人秋川と飲みに行くことになった。半年ぶりだね。今はお互いに仕事も忙しいしな。でもそんな俺たちももうすぐ定年だ。退職すると急に張り合いを感じなくなる人も多いみたいだから気をつけないとね。俺はそんな心配はないよ。第二の人生を楽しむために今から少しずつ準備してるんだ。準備って？それがさ、この前車を買ってね、オプションもいろいろつけてさ、結構したんだ。お、写真あるけど見る？ほらこれ。これとんでもない高級車じゃないか。自分へのプレゼントだよ。俺も今まで頑張ってきたからさ。いくらしたの？それは言えないな、自慢みたいになるから。ご想像にお任せするよ。でも全部で685万9800円したんだ。そんなに？大丈夫なの？平気だよ。あと 4,5 年もしたら退職金も出るし、そのうち年金も入ってくる。それに投資も始めようと思ってるからね。投資？今銀行や証券会社を回って相談してるところなんだ。そうなんだ。え、何？どうしたの？いや、ちょっと心配で。心配？俺たちもう50も後半でしょ？そうだけど、50代後半にやってはいけないお金の使い方ってのがあるんだよ。何それ？秋川は学生時代からお金の使い方には慎重だったので、こういう話には詳しい。全部で3つあるんだけど、その1つが車を購入することなんだ。車？50代後半で買っちゃいけないの？車は高い買い物だし、買って終わりじゃなく、これから先ずっと維持費もかかって大変だからね。でも必需品でしょ？確かに住んでる場所によっては必需品だけど、俺たちみたいに交通の便のいいところに住んでるならなくたっていいくらいだよ。実際俺なんか自転車で通勤してるし。そうなの？金もかからないし健康にもなるから一石二鳥だよ。もうちょっと早くその話聞いてたらな。50代は若い頃に比べて給料も高いし、買おうと思えば買えちゃうからね。注意が必要なんだ。それで2つ目は？家の購入だよ。家か。車より大きな買い物だな。でも家は別に買ってもいいんじゃないの？俺の友達も家を購入して毎月11万の住宅ローンを払ってるんだ。それまでは賃貸で同じくらいの家賃を払ってたんだけど、どうせ11万払うならマイホームを買った方がいいって言ってたよ。自分の資産になるから。マイホームの場合、月々のローンが11万だとしても、実際は固定資産税や設備の修繕などもあるから
からね。家賃ベースにすると毎月14万円ぐらいになるんだ。そんなに違うのか。それに例えば55歳で家を買って30年ローンにした場合、返済終了は85歳になる。いやでも持ち家はいざとなったら売れるからそれがいいところだよ。ただ家を売る場合はローンを返済しないとダメなんだ。え？返済者が亡くなった後なら断信があるからローンを支払わなくていいことが多いけど、でも生きている間に家を売る場合はまずはローンの返済が必要になる。だからローン残額から家の売却額を引いた差額を支払わないといけないんだ。じゃあ例えば2000万のローンが残ってるとして、その家が1200万で売れた場合は、売却してできた1200万をローンの返済に充てると残りは800万だよね。その800万は自己資金か借金で支払うことになるだろうね。老後になって借金はしたくないよ。持ち家を売れば金が作れると単純に思ってたけど、そうでもないんだな。そして50代後半にやってはいけないことの3つ目が投資だよ。投資？もちろん無理のない範囲での投資なら問題ない。でも定年前後に急に投資を始めるのは危険なんだ。そもそも定年前後に投資を始めるきっかけは老後のお金が足りなくて不安だからという人が多い。そうだろうね。お金が足りない状態の人が老後の資金を作ろうと思ったら高いリスクの投資が必要になる。高いリスクを取らないと老後を支えられるほどの大きなお金は返ってこないからね。確かに。でも定年が近い人は本来これから収入が減るわけだから、投資もリスクの小さいものにすべきなんだ。それなのに逆にリスクの高い商品に手を出すとすごく危険だよ。最悪の場合元手が全部溶けて人生積むことになる。でも銀行や証券会社に相談すればうまくいくんじゃ。それこそ危険だよ。銀行や証券会社は手数料の高い商品を売りつけようとするからね。彼らも商売だし、もちろん自分で完全に納得して投資するならいいけど、こっちの知識がないのにうかつに相談すると痛い目を見るよ。そうだったのか。危なかった。投資するならまずはネットや本の中立的な情報で自分自身がよく勉強して、それから信頼できる詳しい知人に聞くといいかもね。友人はついでに50代後半だけでなく年齢を問わずにやらない方がいいお金の使い方も教えてくれた。これは全部で7つあるんだ。1つ目はストレスによる買い物だね。ストレスが溜まってるとついお金を使っちゃうことあるでしょう。あるかも。コンビニで甘いものを買ったり、普段頑張ってる自分へのご褒美に衝動買いをしてしまったり。いや耳が痛いよ。確かに本当に欲しくて買ってるわけじゃないこともあるからね。それならなるべくお金のかからない方法でストレスを解消した方がいいよ。運動とか散歩とかお風呂なんかもいいね。そうか、わかったよ。それで2つ目は依存性が強いものにお金を使うこと。ソーシャルゲームの課金やタバコ、お酒、それから夜のお店とか。夜のお店か。そういえば最近スナックによく通ってるな。依存性が高いとやめたくてもやめられなくて、どんどんお金がなくなっていく。それだけじゃなく健康を害するケースもあるから注意しないと。そうだね。3つ目はマイナスサムゲームのもの。マイナスサムゲーム？聞いたことない言葉だな。経済学のゲーム理論で出てくる言葉なんだけど、要するに自分が出したお金よりも返ってくるお金の方が安くなることだよ。例えば宝くじやギャンブルだね。見返りを期待して買うけど実際は買えば買うほど損をするんだ。夢くらいは見たいけど可能性の低さを考えるとお金を捨ててるようなもんか。4つ目は見栄で買い物をすること。見栄ね。例えばブランド品、人からよく思われたい、自慢したいという理由だけで高級なブランド品を身につけるとどんどん際限がなくなっていくんだ。見栄には終わりがないからね。もちろん本当にそのブランドが好きで長く使いたいと思って買うならいいんだけど。そうか、よく考えたら俺もあの車誰かに自慢したくて買ってたかもな。やめた方がいいお金の使い方の5つ目は日割り計算して高額になるもの。え、どういうこと？
簡単に言うと、せっかく買った割にあまり使わなくて元が取れないものだよ。例えば冠婚葬祭用の高級なスーツを20万円で仕立てたとしても、1年に1回着るか着ないかなら割に合わないよね。それだとコスパが悪すぎるからレンタルでいいって話になる。なるほど。もちろん使う頻度が高いものは十分お金をかけてもいいと思うよ。俺も毎日使うヒゲ剃りやパソコンはいいものを使ってるし、日割り計算すると安くなるからね。日割り計算か、覚えておくよ。そして6つ目は維持コストが高いもの。1回お金を払って終わりじゃなく、毎日毎月毎年と定期的にお金がかかるものだね。それって車とか。そうだね。車はガソリンや保険、メンテナンスなどで普通でも年間30万から50万くらいは見ておいた方がいい。高級車ならもっとかかるだろうね。はあ、車はここでも引っかかってくるのか。他には高すぎるマンションの家賃とか、あとはサブスクも含まれるね。月々の料金が数百円から数千円程度でも積み重なると大きな金額になる。本当に必要ならまだしも、そうじゃないなら見直した方がいいだろうね。よく考えてみるよ。そしてやめた方がいいお金の使い方の最後は、一括で払えない買い物だよ。ローンやリボ払いだね。理由は簡単で、利子がついて支払い額が多くなるから。そうか。秋川の話を聞いて、自分がこれまでどれほど無駄遣いをしていたか気づくことができた。これから自分の生活を見直してみるよ。うん、それがいいかもね。ただ車はもうローンで買っちゃったから、せっかくなんで大事に乗ることにするよ。俺は投資に手を出すのはやめて、サブスクも解約、スナック通いもぐっと頻度を落とした。ストレスを感じた時は衝動買いではなく散歩で気分転換している。そんな中で俺の一番の楽しみは、さて今日は海でも見に行くか。大事な愛車でドライブすることだ。これからは身の丈に合った老後を楽しんでいこう。乾杯。いやー、仕事終わりのビール最高っすね。仕事終わりのサラリーマンか、いいな。それに比べて俺は、俺の名前はタダジユウト、飲食店で働く48歳のフリーターだ。タダジさん、お疲れ。まがないね。ありがとうございます。そういえば来月のシフトどう？ああ、ちょっと今確認中で。早めにちょうだいね。店長は何かって言うと俺に面倒を押し付けてくるよな。まあバイト長いから仕方ないけど。48歳でフリーターというのはなかなかきつい。周りのバイトの子たちは全員20代から30代。なんなら店長だって俺より年下だ。それでも働かないよりマシだと思うからバイトに明け暮れている。だが劣等感は消えない。おい新人、もたもたするなよ。は、はい。こっちの年表、例の書類、午後は打ち合わせがあるからその資料な。今日中だぞ。そんな。大学を出てからは正社員で真っ当に働いていた。しかしそこは絵に描いたようなブラックな会社で毎日残業続き、俺は1ヶ月も経たずに嫌になり退職を選んだ。もう正社員で働くのは嫌だ。なんでこんな思いをしなくちゃいけないんだ。そこから半年くらいは人生のどん底を味わった。親には責められ、友達にはバカにされ、何もかもが嫌になった。バイトをする気力すら湧かず、引きこもりニートでいること1年。やっとバイトを始めることができたが、それと同時に実家を出なければならなかった。それからはずっと一人で生きてきた。バイト先と自宅を往復するだけの日々だ。今月も20万ギリギリか。家賃払ってなんやかんやしたらまたギリギリだな。バイトなので働いた時間数がその月の稼ぎだ。体調を崩したりしなければだいたい20万円くらいの稼ぎになるが、シフトが思うようにいかなかったり風邪でもひこうものならすぐに20万円を下回る。一般的に低収入の定義は年収300万円以下と言われる。俺はまさにそのラインをうろうろしているのだ。もっと楽したいけど時給上がらないもんな。
仕方ないよな。今住んでいるアパートの家賃は4万円、食費に3万円、水道光熱費に1万円、通信費などに5000円はかかっている。どう頑張ったって毎月の出費が10万円を下回ることはないわけで、たまに実家に帰ったり息抜きで休みでも取ろうもんならすぐにマイナスになってしまう。かといって何でもかんでも我慢しなくちゃいけないのは性に合わない。生活に張りがないんだよ。ハリネズミでも飼おうかな。そしたら少しはヒリヒリした日常を送れるかもしれない。シェフトッス、遅かったじゃない。ん、ただじくん、お盆は出ないの？なんかばあちゃんの三回忌みたいで実家に帰らないといけないんです。そのために3日も休むの？他の人はお盆の最中厳しいから出てほしいって言ったじゃない。すみません、実家に帰りたいわけじゃないが、お盆くらい休みたかったのが本音だ。いつもあくせく働いているんだから休みくらい取らせてくれよ。てなわけで3年ぶりに実家に帰ってきたわけだが、うちのせがれはダメでね。うちだって同じだよ。松代までの恥だよ。親父。あ、なんだお前帰ってきたのか。親父は今年で78歳、もう追い先長くないだろうに、久しぶりに会った息子に対して松代の恥とは随分である。帰ってくるんじゃなかったな。ゆうとくん。お、おさむちゃん。お互い肩身が狭いやね。え、ってことはお前も相変わらず塾のバイトやってます？ああ、そうなんだ。え、会社辞めたままなの？そうそう、仲間よ。この年で揃ってフリーターとか嬉しくないけどね。おさむは俺のいいとこだ。昔は勉強もスポーツもそこそこできて、どちらかというと優等生タイプだったのだが、なんでフリーターなんだろう。おさむはなんでフリーターやってんの？俺？あれよ、ちょっと大きな声じゃ言えないけど。何？走りたいからさ。おさむの趣味はマラソンだ。俺は全然興味がなかったのでよく知らなかったが、実は年に何回も大会に出ているかなりの実力者らしい。会社員を辞めたのもマラソン熱が高じてとのことだった。この間北海道で大会があってさ、行ってきたよ。楽しかったよ。北海道？え、それ趣味で行くってこと？そうそう、半分観光みたいな感じでね。景色はいいし、空気もいいし、なんせ食べ物が美味しいし。でもさ、北海道なんて大変じゃない？時間もお金かかるだろ？いや、だからバイトなんだって。シフトでどうにかなるから。でもお金たまらなくない？そんなことはないよ。働き方次第だとは思うけど、ちゃんと計画的に貯めていけば大丈夫だって。俺にはおさむの言うことがちっとも信じられなかった。ボーナスもない、有給もないのにどうやって貯金できるって言うんだ。俺なんか長いこと同じ店でバイトやってるけど全然お金たまらないよ。今月は帰省でお金使っちゃったし、その分バイトも休んでるから来月は赤字だよ。そうか、まあ確かに休んじゃうとね。贅沢してるわけじゃないけど、この先どうなるんだかって感じだよ。仕事きついの？飲食店だから忙しい時とそうじゃない時の差がね。暇な時はそうでもないけど、飲み会シーズンとかだと忙しいかな。月の収入どのくらい？20万円とか。え？俺もそのくらいだけど、毎月3から4万円は貯めてるよ。なんで？別に特別なことしてないけどな。そこで俺はおさむのお金の使い方を細かく聞いてみることにした。今住んでるところはね、地元だよ。家賃4万円のアパート。同じくらいだな。飯はどうしてるの？え、自炊。え、自炊すんの？そりゃするさ。そう、意外。いや、するでしょう。しないよ。なんで？だってできるでしょ。だって一人前だけ作るとかやってられなくない？いや、
週末に作り置きでもいいんだからやった方がいいよ。食費が変わってくるからさ。そんなに変わるかな？変わるよ。外食してたら1食1000円とかかかっちゃうけど、自分で作れば3食で1000円しなかったりするもん。そんなに違う？うん、そうか。でも大変でしょ？慣れればそうでもないよ。会社員やってて忙しかった頃はほとんどやってなかったけどね。ほらやっぱり買い食いとか外食じゃ栄養も偏るしさ、体作りも兼ねて。なるほどね。それで言うと、だからなるべく無駄な買い物をしないようにはしてるけど。例えば？あ、いやだから無駄なことにお金を使わないってことだけどさ。俺だって別に無駄遣いしてないよ。じゃあさ、給料入ってからまず何する？給料入ってからすること？宝くじ買う。そういうのがダメなんじゃね？じゃあおさむならどうするの？給料入ると同時に定額貯金に回してるよ。マジか。お金足りなくならないの？ならないよ。ちゃんと資金計画してあるもん。資金計画？うん、だいたい家賃も光熱費関係も月末に引き落としだから、月末のお金がいくら必要かやるでしょ。いや嘘だろ。ほんとほんと。だからさ、たまにガスとか使えない時あるわけ。知らない間に止められててさ。やめてやめて、ありえないから。ない？そんなんなったことないよ。お金の管理甘すぎでしょ。そうか。逆にどうやって生活してんのよ、普段の買い物とか。基本金ないからさ、つつましくやってるよ。自炊してないって言うからな、怪しいな。どうせ普段からコンビニばっかりなんじゃないの？え？図星か？だって飲み物とか買わない？ペットボトル買うでしょ？うわぁ、この人やってるわ。毎日ペットボトルとか買わないよ。買わないの？そういうところで節約するんすよ。でかいボトルで買って水筒に移し替えるだけでも全然安いのにさ。マジか。え、じゃああれは？クレジットカードとか使ってる？ああ、1枚だけ持ってる。まさかだけど、リボ払いとかキャッシングとか使ってる？リボ払いはたまに。嘘だろ。それやっちゃダメなやつじゃん。だってそうしないと金額の張る家電とか絶対買えないじゃん。いやいや、お金貯めてから買ってくださいよ。ダメだよ、リボ払いしたら。だってそうしないと買えないんだもんよ。お金貯めてから買うの。なんかへこむわ。まあ、ひいき目に見たら伸びしろあるってことかもよ。うん、本当？じゃあさ、今生活に張りがないって思ってて、それどうにかしたいんだけど。念のため聞こうか。何？ハリネズミ飼いたい。俺の話聞いてた？金貯められるようになってからにしろ。ちょっとさ、ゆうとくんしっかりしてよ。見直すところたくさんあるじゃない。ほんとだな。無駄なくやってたつもりなんだけど。お金ってさ、ちょっとしたことの積み重ねで全然変わってくるよ。毎月1万円貯めようとしたら結構きつい気がするけど、それこそ自炊するようになったらそれだけで随分違うと思うよ。俺だってさ、将来のこと考えたらお金貯めたいと思うのよ。もう親も年だしさ。貯めたらいいじゃない。ちょっとの工夫で変えられるよ。まずは月1万円からでもいいから頑張ってみたら。そうだな。これ以上文句言われないようにちょっと頑張ってみるか。今さら会社員になれるとは思えない。だが今の生活のままではあまりにも先行きが不透明すぎる。俺はおさむの言うことを聞いて少し生活を見直すことにした。まず毎月使っていいお金を決める。今までは行き当たりばったりでどうにかしていたので、食費に使っていいのは2万円までと決めた。さらに月に必ずかかるお金を計算して、その分だけは絶対に手を出さないと心に決めた。
それができるようになってからは余るお金を計算して毎月一定額を定額預金に移すようにした。すると、おお、貯金が10万円になったぞ。なんと人生で初めて貯金が2桁に。正直いつもカツカツで余裕がなかったので、銀行の口座を貯金用と生活用に分けるなんて考えたことすらなかった。でもこれなら俺にもできるかもしれない。特別なことは何もしていない。全部基本的なことばかりだから頑張れば続けられる。ただしさん、来月のシフトだけど。ああ店長、もう話ついてますよ。はい。おお、やるじゃん。当たり前ですよ。貯金がうまくいっているので、以前よりもちょっと心理的な余裕があるようだ。以前はバイトをやらされている感が強かった俺だが、最近はちょっと違う。バイトも頑張れば頑張っただけ成果が出ると思えば、やる気が湧くようになった。これってかなり進歩じゃないか？そういえば、今からでも調理師って取れるんですかね？え、取るの？はい、せっかくお仕事させてもらってますし、もう長いので、どうせだったらもう少し頑張ってみようかと思いまして。へえ、いいじゃない。いや、そしたら応援するよ。ちょうどね、そろそろうちも2号店を出そうと思ってたとこでさ。2号店、いいですね。ただじさんが調理しとったらお店任せちゃおっかな。え、本当ですか？もちろん、実務経験はあるんだからさ、期待してますよ。はい。ちょっと前まで腐ってばかりだったけど、この年からだって変われるのかもしれない。生活に張りを持つこともできるかもしれない。40代も崖っぷちで、人生このままくすぶるだけだと思ったけど、まだやれる。俺だってやればできるんだ。残高不足ですかね。あれ、もうめんどくさいからオートチャージにしよっかな。俺の名前は三重の会。日本の平均年収ど真ん中、年収443万円の会社員であり独身の45歳男性だ。よし、オートチャージにしたぞ。支払いがスマートじゃないとかかっこ悪いからな。この年になって見た目が下がった分、振る舞いは男らしくスマートにしたいと思っている。それは会社の後輩に対してもそうだし、まあ女性に対してもそうだし、コンビニの店員さんにだってかっこ悪い姿は見られたくないってもんだ。45歳とはいえ、俺だってまだまだ頑張ればワンチャン結婚だってあるはずだ。諦めるな俺。大学を出てすぐに就職し、この年までかもなく不可もなくやってきた。まあ女性とのご縁は全くなかったわけだが、遅咲きの花だってあるはず。年収は443万円、手取り月収が約29万円というのは日本において平均的な数字。ということは俺だってまだ捨てたもんじゃないってことだ。そんなわけで、俺はさりげなく男の魅力が漂うようなナイスミドルを目指していた。そんなナイスミドルのたしなみその1、生活感のない部屋。40も半ばを過ぎて、狭苦しくて小汚い部屋に住んでいたら男として終わっている。生活感を出さないように極力物は置かない。空間を見せるため去年から 2LDK の部屋に引っ越した。家賃10万円は痛手だが、まあ無理してるわけじゃないから別に。スマートな暮らし最高。ナイスミドルのたしなみその2、ハイセンスな趣味。俺の趣味は動画編集だ。特に何をするわけじゃないけど、この生活感のない部屋をおしゃれな動画にしたり、自然の素材を集めて動画にしたり、まあ別に目的はないけど、動画を作るのが今は楽しい。そのためにデジタル一眼レフを購入したり、ハイスペックなパソコンを購入したり、何かとお金はかかっちゃいるが、大人の趣味ってそういうもんだよね。大人になったから趣味にお金をかけたっていいじゃないか。ナイスミドルのたしなみその3、かっこいい振る舞い。ナイスミドル的に大切なのは見た目ももちろんだが、中身だ。中身ってそらもう振る舞いに現れるものなんだ。
金にケチケチしているとか器が小さいとかそんな男にはなりたくない。だから電子マネーはオートチャージに、財布の中に常時3万円は待機、クレジットカードは2枚持ち。これぞ大人の男だと思わないか。俺ってかっこいい。三重野さん、部長が納涼でビアホールでも行かないかって。どうします？部長が行くよ。はい。他に誰が行くの？部長と課長と主任と。女の子は？若い子が来てくれたら俺も張り切っちゃうんだけどな。あ、他の人にも聞いてくるんで。うん。なんか三重野さんって下心見え見えだよね。三重野さん来るんですか？来るって。やば、どうしよう。私行くのやめよっかな。私も。今年になると人間関係も大切だ。会社関係くらいでしか女の子と話すこともないので、飲み会には必ず出席する。それもこれもまあ大人の男の振る舞いってやつだよ。あれ、女の子一人だけなの？あの、私も本当は来る予定じゃなかったんですけど。なんでなんで、寂しいじゃない。あ、ちょっと部長とお話ししたいんで失礼します。なんでよ、つまんねえな。おい、見えの。ああ、片桐か。お前さ、飲み会のたびに女子社員にベタベタするのやめたら？え、そんなことしてないよ。いや、絶対に確実にお前のせいでうちの飲み会は女性の出席率がものすごく悪いんだよ。わかんないの？何よ、俺のせい？当たり前だよ。部長は超人格者だってのに、その部長の誘いを女性5人中4人が断るとか、どう考えたってお前のせいだろ。そんなはずないけどな。いや、そうなのよ。なんでかな。お前、この後時間ある？何？ちょっと付き合えよ。なんで男の誘いに付き合わなきゃいけないのかな。女ならいいのかよ。当たり前だろ。お前何様だと思ってんだよ。お前が何様だよ。お一人様だよ。酔ってんな。ああ、彼女欲しいな。無理だね。なんでだよ。お前は客観的に物事見れなさすぎだよ。ムキー、どういう意味だ。教えてやるよ。そのために来たんだ。今目の前にモレックスの時計があります。めっちゃかっこいいです。はい、あなたはどうしますか？え、どういうこと？次にどんな行動をとる？心理テストみたいなもんだよ。モレックス高いんじゃないの？あ、女性たちも注目してます。三重野くん、どうするかな。買います、カードで。キャー、宮野さん、かっこいい。ヌハハハだろってならないから。はぁ、お前は昔っからそうだよな。見えっぱりで考えなし、大して金ないくせに格好だけはつけたがる。給料半年分払ってまでモレックス買うか。買わんだろ。え、そんなに高いの？そうだよ。買えません。それが正解。カッコつけて衝動買いしない。はあ、俺ってやっぱダメなのかな。何急に。いや、自分では結構イケてると思うんだけど、全然モテないし。まあ、金の使い方バカだから、そういう男は嫌だよね。なんでだよ。さっきのテストの通りだよ。お前の行動を見てるとさ、やったらいけないお金の使い方ばっかりしてるわけ。やったらいけないお金の使い方？何それ。考えたこともないんだろう。お一人様が長いと金に無頓着になるんだよ。まずはそれに気づけ。それ教えてくれよ。俺だって何とかしたいんだから。
やってはいけないお金の使い方その1、生活レベルを上げる。はあ？身の丈に合った使い方ならいいんじゃないの？さすがにモレックスを買おうとは思わないし。じゃあ聞くけど、お前の今住んでる家、家賃いくら？家賃？10万円だよ。間取りは？ 2LDK。 それ必要か？え？よくない？いや、お前が月に50万円くらいもらってるなら別にいいけどさ、手取り30万円もいかないだろ？うん。それはやめた方がいいんじゃない？家賃は固定費の中でも金額がでかいんだから、月収の 30% までに抑えなくちゃ。そうなんだ。家賃なら6から8万円、ローンなら2500万円くらいまでじゃない？現実的な数字ね。いいとこ住んだるのがステータスなんじゃないの？いや、金の無駄。マジか。あとは必要以上にいい車乗ったり、無駄な外食したりな。お前自炊もしないだろう。男は自炊なんかしないもん。しろや、甘えてんじゃねえよ。やってはいけないお金の使い方その2、購入する際に値段で選ぶ。え？それどっち？高いブランド買うなってこと？どっちもだよ。安いから買っとくかって無駄なものを買う、高いから欲しいなってステータスのために買う。そうじゃないんだよ。必要か必要じゃないか、これだろ。ギク。衝動買いするやつは思考が足りてないんだよね。パッと目についてなんとなく買っちゃう、これダメ。はい、最近衝動買いした？かっこいいマウス買った。へえ、あれか、動画編集用か？そうそう、トラックボールついてるやつ、なんか良さそうだから。マウス何個持ってるの？3つ？いらねえじゃん、マジで。なんだよ、趣味なんだからいいだろう。趣味にあれこれ言う気はないけどさ、お前形から入るタイプだろう。そうね、道具を揃えてから始めるかな。去年は釣りがマイブームだったじゃん。釣り道具買ってたよね。あれどうした？大事にしまってあります。大事にね。何？これも無駄だって言うの？ね、もうさ、お前の将来設計には家族がないもんね。お一人様の未来しか見えない。なんてこと言うんだよ。本当のことだわ。はい、その3、健康に良くないものにお金を使う。タバコ、酒、コーヒーとかな。いや、それはさ、ほら、男のたしなみってやつよ。タバコ吸ってるやつはかっこいいか？百害あって一利なしよ。病気になるために金払ってるようなもんよ。タバコが悪いのは分かってるよ。減らせばいいんでしょ。そうそう、毎日タバコ一箱、缶コーヒー一本買ってたら、それだけで一食分くらいになるからね。考え直せよ。分かったよ。その4、家計簿なしのキャッシュレス生活。今時キャッシュレス使うなって言うの？使うなとは言わないよ。キャッシュレスだと相対的に見て得することも多いし、ただな、お前みたいなやつが使うと無計画に使いすぎるから気をつけろってこと。うぐ。電子マネーでも交通系 IC カードでもオートチャージってあるけどさ、あれは使った額がわからなくなるから、お前みたいなやつには絶対おすすめしないよ。もしやってたら悪いこと言わないからやめとけ。絶対に使いすぎるから。はい。それで言うとローンも危険だよね。ローンも？じゃあ車とか買うなっての？ローンを借りるとき、借り入れ可能額だけ見て無理するやついるわけ。思い当たる節あるだろう。この機にお金についてもう少し考えた方がいいよ。自分がいかに適当か少しは分かっただろう。いや、俺だってちゃんと考えて。ちゃんと考えてるやつはね、定額貯金くらいしてるのよ。格好だけで将来設計できてないやつはダメよ。だからモテないんだって。モテないって言うな。そんなこと言ってさ、
仇だって万年独身じゃないか。俺はお前と違って彼女いるの。席は入れてないけど。はぁ、初耳ですけど。この前も彼女とハワイ旅行行ってきたんだ。それは無駄遣いじゃないのか。思い出や経験にお金を使うのはいいんだよ。三重のお金についてもう少ししっかりしてさ、そしたら女を捕まえるコツを教えてやるから。なんだそれ。仇にあれこれ教わってから3ヶ月、俺は生まれ変わった自分を見てもらおうと再び仇と酒を交わすことにした。こちらがご自慢の我が家です。おお、まあいいじゃない。家賃65,000円でこの感じはいいだろう。そうね、無駄がないシンプルな感じね。おかげさまでかなり断捨離したからね。いいよこのくらいで。あとはね、うい、男飯代表チャーハン。おお、いいじゃない。最近男飯始めたのよ。これがさ、なかなか我ながら最高にうまくて、これを動画にしたりしてんのよ。楽しいよ。うん、まあ味もいいよ。だろ、オラいけてるだろ。うん、だいぶいい。仇の勧めで定額貯金も始めたが、家賃と食費を節約できたことで毎月5万円貯金しても余裕がある。これは俺にとっては大きな進歩だ。じゃ、三重のも少しは進歩したみたいだから、今日は女性の捕まえ方ね。そら、待ってました。女性はお金にシビアだからな。ケチケチしててもダメ、かといって財布ガバガバなのもダメ。その塩梅よ。どんとこい。ダメなお金の使い方を学んで俺はかなり進歩した。これからはさらに女性のハートをつかむ術を学んでイケてる男になるんだ。俺だってやればできる。はあ、暑いな。やってられんな。お、期間限定ビアガーデンだって。いいね、行こうよ。ビアガーデン行きたい行きたいが、別に行く必要はないな。我慢しよう。俺の名前は不破正樹、45歳の会社員だ。先輩、夏休みどっか行きました？行ってきたよ、カレピッピとワイハ。カレピッピとかワイハとか発言が痛い。ちょっと、不破さんはどっか行きました？いや。不破さん独身なんだし、海外とか行けるじゃないですか。本当は女の子とデートしたりしてたんじゃないですか？興味ないから、聞く相手間違えたね。ガチで出かけてないってことですかね。休み明けなのに職場にお土産が誰からも何一つないとか、本当しょぼくないですか？あんたね。夏だからとかお盆休みだからとか世間はだいぶ浮ついているようだが、俺には関係ない。そう、俺は堅実に自分に厳しく生きていこうと決めているのだから、旅行だのデートだのそんな誘惑には負けないのだ。お金は大事だ。なんでかっていうと、お金がないと未来を選ぶこともできない。俺は高校進学、大学受験と金で散々苦労したので、そのことが身に染みている。母さん、俺大学行きたいんだ。そう、でもお金ないからダメよ。あのさ、これでも半年以上悩んで相談してるのに、そんな即答するの？いや、母はあんたが高校に進学した時から大学に行くお金はないよって言ってあるから、先約取ったのは母の方ね。だからさ、そのために冬休みと春休み、引っ越し屋のバイトめっちゃ頑張ったんだって。へえ、いくら貯めた？15万円。よくやった。じゃ、それ生活費にすっから。鬼か。実家は母子家庭だった。
母はパートを掛け持ちして働いていたが、それでも兄弟3人の4人家族を支えるのは厳しかったようだ。俺は大学進学を諦めるしかなく、高卒で就職した。大学進学費用と思ってバイトで貯めた15万円は洗濯機の買い替え費用に充当された。悔しかった。お金がないってのはこんなに苦しいことなのか。俺の15万円！ふわさんって変わってますよね。そうか、つまらない人間だよ。いや、なかなか面白いと思いますよ。ご本人が無自覚なだけで。ああ、定時だ。帰ろう。私も帰ります。ご一緒してもいいですか？断る。お金は大事だ。だから仕事も大事だ。働かないと生きていけない。そして俺も45歳、来たる定年退職に備えて今は守りを固めなければいけない。そう、俺は固く賢く生きていくんだ。オープニングセールでジョッキ一杯無料です。お兄さんどうすか？いらん。もったいない。行きましょうよ。なんでいるんだ？ビールは好きだが、最近はものすごく高くなってしまった。だから飲むのは週に1回、家で飲み、発泡酒だけと決めている。会社帰りに飲むのが癖になってしまったら、金がいくらあっても足りないだろう。今日も我慢したぞ。いいことだ。また会社では、1日中エアコンの風に当たっているので、家では極力エアコンをつけないようにしている。節約も兼ねた体力維持の一環だ。暑ければ、脱げばいい。ふわさんって感情あるんですかね。何急に。いや、何考えてるか分かんないなと思って。ないんじゃない？趣味とか好きなものとか聞いたことないし、冷血で無感情で無感動って感じ。何が楽しくて生きてるのか分かんないタイプ。なんかミステリアスでかっこよくないですか？そういう評価？会社で変わり者呼ばわりされているのは知っている。面倒な人間関係よりも評価を優先させているから、上司からは使い勝手のいいやつと思われているようだが、部下からは好かれた試しがない。そしてもちろん異性からも。いや、だが俺はそれでいいんだ。人付き合いってのは金がかかるからな。まして異性なんか俺の人生には必要ないだろう。だがこんな性格のせいで楽しみってもんがないのは確かにちょっとどうかとは思っている。俺だって昔は人並みに夢や希望を持って生きていた。だが夢には金がかかる。バックパッカーになりたい。真っ赤なオープンカーのスポーツカーでドライブデートしたい。夢のまた夢だな。若い頃はそんな夢をどうしても捨てきれなかった。バイクや車が好きで、芸能人が乗るようなかっこいい車に乗りたいと思ったし、助手席には女をはべらせたいと思ったりもしたものだ。だが実際はそんな余裕もなかった。だから自分の願望を日記に書くことで全て我慢してきたのだ。おかげで我慢することは上手くなった。その代償として面白おかしく生きる術は忘れてしまったようだ。こんなんで老後を迎えてもちっとも楽しくない。我ながら自分自身にがっかりしてしまう。俺は一体何が楽しくて毎日生きているんだろう。というわけなんだよ。わかりました。つまり俺のつまらない人生を劇的に面白おかしくチェンジして老後をエンジョイしたいってことですね。まあ概ね合ってるよ。結構ふざけたつもりなんですが合ってるんですね。ショックです。褒めてるだろうが。この男は高沢。高校時代の同級生でなんだかんだ気が合う。俺にとっては唯一友達と呼べる存在だ。まあ私にお任せください。不祥この高沢、大手家電量販店で3年連続全国優秀者表彰の栄誉を受けたカリスマ販売員ですからね。なんか前より肩書き長くないか。早速ですが、不破君の不安をリストアップしてみましょう。ユーザーニーズを満たすにはまずは理解からです。自己理解、客観的理解、俯瞰の視点です。ああ頼むよ。まずさ、やりたいことがない。
なるほど、無欲。老後の目標がない。なるほど、無目標で、これから老後の計画をしなくちゃいけないけど、このままじゃなと。このままだと確実に生きがいゼロ、やりがいゼロ、無気力な老後が待ち受けてますね。なんかないんですか？俺も昔はやりたいことがあったんだよ。ちょっとこれ見て。これは何ですか？俺の夢だよ。ほうほう、興味深い。なんかもうわかんなくなっちまったが、こういう楽しみを見つけたいよなって。ちょっとちょっとちょっと、あ、ふわくん、これあなただいぶやんちゃなことばっかり書いてありますけどね。老後にこういうことしたいの？それがわからんのよ。彼女とかっこいいスポーツカーでドライブデートしたいって昭和のヤンキーの夢でしょ。昭和のヤンキーで悪かったな。バックパッカーで世界を飛び回りたい。老後にこんな体力あります？わからん。海外なんか行ったことないくせに、60歳過ぎてからいきなりリュック一つで世界に飛び込んでごらんなさいよ。迷子のおじいちゃんにしかならないから、はた迷惑ですよ。そうか、別荘が欲しい。これはあれですか、早々に高齢者施設に入居したいってこと？そうとも取れるか。そりゃ止めませんけどね。軽井沢とか熱海とかじゃなくて、もっと偏僻なとこだとは思いますよ。旅のお供はきっと白いワンピースがお似合いの美女じゃなくて、白装束一歩手前のおばあさんでしょうよ。縁起でもないこと言うな。でかいバイクをブイブイ言わせたい。あー、バイクにも女にもまたがりたい。女なんて言ってないよな。いや、これ見るとちょいちょい女欲しいって書いてありますから、またがりたいんでしょ？またがりたいって言うな。あ、失礼。初体験は特別なものですから、またがりたいはあまりにもでしたね。お前さっきから何がしたいんだよ。俺を怒らせたいのか？その通りです。え、不破君に欠けているもの、それは生きがいです。そして生きがいをなくしてしまった根本的な原因は、目先の金に気を取られて感情を置き去りにしてしまったことに問題があります。感情を置き去りに？あなたの夢の数々、どれも素敵でした。輝いてました。でもそれは過去の輝きなんです。老後にとっておくものじゃないんです。残念ながら、あなたの夢はもう腐っています。なんだって？いや、生鮮食品も夢も鮮度が大事ってことですよ。そんな記憶、奥底にしまい込んじゃダメなんです。はい、おしまい。ちょっと待てよ。じゃあこれからどうすればいいの？あのね、あなたね、今まで何やってたんですか？夢をしまい込んで、お金をがっつり貯め込んで、性欲もエロ本も貯め込んで、一人でせっせと何やってたんですか？いかがわしい方向に持っていこうとするなよ。金なら老後のために貯めてあるよ。お金は貯めてても気力がない。それじゃあ人生を謳歌できませんよ。今やりたいことを全部我慢して、我慢我慢の人生でいいんですか？あなたきっとこのまま60歳になって仕事辞めたら、焼き魚の皮みたいになりますよ。黒焦げでまずくて誰にも見向きもされないやつ。いくらなんでも惨めすぎるだろう。そんなの残念すぎるでしょう。でもね、今そうなっちゃってるんですよ。今のままだと確実に後悔します。だからね、ちょっとそろそろ自分にご褒美をあげましょう。ご褒美？そう、考えようによってはね。ふわくんはもうかなり楽しみの貯金がたまった状態です。だって今まで修行僧みたいな禁欲生活をしてきたわけですから、この先週3で缶ビール1本飲めるだけでも超絶ハッピーじゃないですか？そんな贅沢していいのか？そのくらいバチ当たりませんよ。お金に全く余裕がなくてヒーヒー言ってる人にはこんなこと言えませんけどね。ふわくんはそのくらい自分を許してあげてもいいと思います。ただし羽目を外しすぎないことね。なるほど、わかった。老後に向けて資金計画はきちんと立てて、
その上で今を楽しむこともしたらいいんじゃないですかね。無理のない範囲でできる楽しみを見つけて一つ一つ実行したらいいですよ。それが有意義な生き方ってやつです。そうだな、考えてみるよ。ちなみにそんなお客様におすすめなのがこちらのホームサーバーでして、ご自宅で生ビールを味わえるという贅沢なものですが。なになに、それ気になるな。高沢に勧められたことで俺は少し肩の荷が下りた気になった。今までは老後のために我慢しなくちゃとそればかり考えていたが、もうそこまで自分を追い込まなくていいんだ。今の生活水準をキープしながら少しご褒美と呼べるものを自分に還元する。そう思ったら少しワクワクしてきた。そんな、噂さんが旅行のパンフレットを見てる。へえ、噂さんも旅行なんか行くのね。どうしよう、まさか私以外の女と二人で行くなんて話だったらどうしよう。よくわかんないけど落ち着きな。ふん、熱海あたり行ってみようかな。ふわさん。ん、あのふわさんには特定の女性がいるんですか。聞き方。特定の女性いないよ。え、じゃあこれはあれだよ、たまには自分にご褒美でもと思って。へえ、いいんじゃないですか。ふわさんいつも仕事一筋だから、そういう息抜きがあった方が。そう思う。いやでもどうせなら二人旅の方が良くないですか。え、でも別に相手もいないし。あの、その私、やっぱり一人じゃやめた方がいいか。ねえ、じゃあ今度手始めに飲みに行きませんか。今日でも大丈夫なので。お、飲み行く、いいよ。どうせなら部長も声かけてみようか。いえ、二人でいいんですけど。高沢の言う通り、自分にご褒美ってのはありなんだな。気持ちを少し緩めてからは毎日がなんとなく楽しめるようになった。今まで飲み会も避けて贅沢は敵だと思ってきたけど、楽しい計画をするのは楽しい。老後の備えは十分あるし、がぜん老後が楽しみになってきたぞ。将来性がないってどういうことだよ。くそー、ちょっとお客さん困りますよ。もう俺のことなんか放っておいてくれ。いや、迷惑なんだって。この時俺は38歳、その日同棲していた彼女に逃げられたばかりだった。あれから7年、あの頃はまだ幸せだったのかもしれない。俺の名前は万成大輝、万年平社員の45歳会社員だ。万成さんは昇進とかに興味あります？別に。ですよね、わかりました、別な人を押します。はい、わかってるよ、俺は出世とは無縁なんだ。っていうかぶっちゃけ俺が管理職とか無理だし、別に女性だろうと後輩だろうと顎で使ってくれて構わないよ。学生の頃から頼りないとかやる気が感じられないとか、俺はそういうやつだった。目立たず騒がず人並みの人生を送れればそれでいいと思っている。まあ年収300万円、結婚経験なし、万年平社員の独身男が人並みなのかどうかはさておき、俺はこのままでいい。38歳の時、長年同棲していた彼女に逃げられた時点で俺はもう終わってるんだ。なんねりくん、得意か。得意課長だよ、課長。課長、ニューヨーク支店に行ってた殿崎が9月に帰ってくるんだって。へえ。だからさ、我々としては熱烈大歓迎してやろうと思って、ほら同期みんなで。
それ俺も人数に入ってるの？当たり前だろ、同期は5人しかいないんだから、1人だってかけたらさ、ほらまずいから。なんで同期にそんな気を使わなきゃいけないんだよ。お前な、殿崎は俺たちの中で一番の出世頭なんだから乗っとけよ、このビッグウェーブに。殿崎だか殿様だか知らないけどさ、興味ないんだよ。つべこべ言うな、必ず来いよ。乾杯。こうやって5人揃うのは何年ぶりかな。5年ぶりじゃないかな、俺がアメリカに行くとき以来。そうだな、いやめでたい。何がめでたいんだか。ここは酒を飲まずに適当にやり過ごそう。その先はいいよ、今日は俺たちが出すからさ。なんか悪いな。ああ、俺は今日はお酒飲んでないからその分負けてよね、殿様。いいよね。いや、俺に聞かれても。まんなり、お前だ。こう言っちゃなんだけど、付き合いの飲み会に大金払うのなんか馬鹿げている。まずい酒飲むくらいならアルコール抜きで飲み代を浮かせる方が利口ってもんだ。出世にも女にも興味のない俺だが、一つだけ目標にしていることがある。それは定年までに1000万円貯めることだ。当初は50歳までに1000万円と思っていたが、どうもそれは無理そうだ。ならせめて60歳までには達成したいもんである。俺だってやればできるんだよ。元カノに言われたからってわけじゃないけど、やってやるぞ。そのためには無駄遣いを避け、節約を神と称えなければいけない。出世は無理だ。だから小さな積み重ねでお金を貯めるしかないんだ。そんな俺が実践している節約術をちょこっとご紹介しよう。まずでかい固定費の一つの住居費。俺が勤めている会社は都内にあるが、都内は家賃が高いので俺は電車で2時間かけて通勤している。定期代は会社が出してくれるので、これで家賃をかなり節約できる。 2K のアパートは都内なら6、7万しそうだが、埼玉あたりなら4万円で十分だ。通勤時間の大半は睡眠に充てるので問題ない。ごちそうさまでした。さらに節約の秘訣といえば食費。独身の男性が頭を抱えるところだが、俺はカップ麺を常食することでかなり食費を抑えている。ぶっちゃけ毎日カップ麺でもいいくらいにはカップ麺が好きだ。それで節約にもなるとか本当に最強だろう。この本面白いな。あ、いやでもここの本屋はいつも立ち読みに使ってるから買うのはちょっと。ここは心を鬼にして買わないぞ。買えばそれだけ高くつく。つまり立ち読みで十分だ。ふう、今日も得したな。すみません、落としましたよ。ああ、すみません。え、大輝？優子？そこでたまたま出会ったのは7年前に別れた元カノだった。これは運命なのか？ちょっと。あ、コーヒー2つホットで。早く帰りたいんだけど。何？いいよ、おごるから。やな。何が？だって7年ぶりだよ。まだ派遣やってるの？違うわよ、あなたと別れてから行政書士の資格取ったの。え？今はね、個人事務所で働いてる。いずれは独立したいけど、もう少し勉強してからね。すごいじゃない、おめでとう。別に、結局結婚はしてないし、一人でいるならそれくらいしないと。頑張ってるんだな。そういうこと。じゃあ行くね。あ、待って待って、あのさ、今どこ住んでるの？連絡くらいくれたっていいじゃない。いやよ、よりを戻す気ないから。なんで？私には私の人生があるの。そうでしょ？あなたといても幸せになれないから。だからなんでさ。私ね、今年収400万円くらいあるの。昔の倍よ。だから気づいたのよ、頼りないパートナーなら必要ないなって。あなたの顔色を伺って、なんかあれこれ我慢しているのは嫌なの。
俺そんな我慢させるようなことした？二人でいるとね、何かって言うとお金お金になるでしょ。お昼代をどっちが払うとか、電気代が高いとか、髪の毛長いとゴミが増えるとか、いちいち嫌なの。あの、君のロングヘアはとても素敵だと思う。うん、一緒に住んでる時は不衛生で不経済だって言ってたわよ。最低だと思わない？そんなこと言ったかな。言ったの。だからさ、そういうの嫌だから。私も。あ、待って、あの、俺もね、変わろうと思って頑張ってるのよ今ね。あの時とは違うよ。ちゃんと計画的にお金貯めたりさ。年収は300万円くらいです。そう、そうすると月の手取りが20万円切るくらいよね。その年で、うん、計画的に貯めるって私と別れてからでしょ。あの頃は貯金なんかなかったものね。1000万円くらい貯まったの？それは無理だけどさ、定年までにはそのくらい。あ、そう、私は50歳までに貯めようと思ってるけど。え、嘘？本当よ、そのくらいできるでしょ。この言葉に俺は返す言葉を失った。7年ぶりに会った元カノ、あわよくばまた連絡を取り合える関係に戻れたらなんて思ったけど、なんだか全然手の届かない人になってしまった。そんな風に思えたからだ。そっか、やっぱすごいやつなんだな、優子は。俺なんか、俺全然仕事にも及ばない。え、何？俺ってダメだな。あ、やだ、ねえやめて。我ながらドン引きだが、俺はあろうことかその場で泣き出してしまった。まったくそんなつもりじゃなかったのだが、優子の顔を見たらもう涙が止まらなかった。そうなんだ、俺の人生の中で後悔すべきことがあるとしたら、やっぱり優子のことなんだよ。大丈夫？うん、なんかごめんな。本当に変わらないね、世話が焼けるところ。男はさ、いつまで経っても子供なんだよ。バカ言わないで、少しは成長しなさいよ。それがな、できないんだよな。じゃあさ、いいこと教えてあげる。大気の悪いところ。俺の悪いところ？まずさ、ちょっと考えてみてよ。私たち、なんで別れたの？そりゃ、優子が怒って出て行ったから。怒るのにはね、理由があるのよ。二人ともお金なかったでしょ？ああ、そうね。でさ、大輝は将来のこと考えてなさそうだしさ。そんなことないよ。そんなことあるのよ。ケチだし文句が多いし、飲み会も遊びもケチ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 。それがダメだって言うの？一緒にいてつまらない人とはいたくなかったの。私はもっと豊かに生きたかった。豊かにって何よ。俺はね、よく言われんの、お前は大器晩成型だねってさ。どんだけ遅咲きなのよ。いいから聞いて、5個あるわよ。私が最近読んだ本に書いてあるわよ。やってはいけない節約5選。その1、教育費の節約。あなた本読まないでしょう。そんなことないさ、今日だって本屋にいただろう。立ち読みでしょ。私はね、自分自身の価値をもっと磨きたいと思って勉強したの。行政書士の試験の合格率知ってる？だいたい 10% いくかどうかみたいなとこなんだから。すごい。自分への投資は大事なのよ。次、やってはいけない節約その2、
健康や精神に負担をかける節約。健康や精神に負担？睡眠時間を削って働いたり、暑いのにエアコンを我慢したりね。待機、やるでしょう。家賃をケチるためなら、勤務地が都内でも安い郊外に住むものね。なんてわかるんだよ。さっき手決めちゃったから。あ、それか。その3、人間関係の節約。これは最低限のお付き合いも避けようとするところ。会社の人間関係とか親兄弟との付き合いとかしないよね。行きたくない飲み会なら断るよ。そりゃ毎回必ず出席しなさいとは言わないけど、どこかで必ず損してるからな。友達だってほとんどいないじゃない。その4、誰かに犠牲を強いる節約。大輝、結構これあったけど、おごってとかちょうだいとか。行く。私思ったよ。この人は宝くじ当たったら自分では絶対に独り占めするけど、他人にはたかるタイプだって。確かに。その後、時間を犠牲にする節約。通勤時間とか、ほんとこれ、いくら会社からお金が出るからって浪費した時間は戻らないのに。俺そんなにダメなんだ。まあ、私が気づくだけでもそのくらいあるわね。でもさ、まだ打つ手はあるわよ。え、本当？これ独り言ね。私もさ、昔は嫌な女だったよ。勉強も恋もライバルは全て敵だと思ってたし、社会に出れば後輩なんか必要ないとか思っていたけど、今は違う。まあ、大輝と別れてから気づいたんだけど、私ね、変わったの。これからの人生お一人様なのかなって気づいてから、このままじゃダメだって思った。それからよね、変わったの。そうだったんだ。お金だけが大事ってことじゃないけどさ、お互いお一人様なんだから、もうちょっと考え直してみたら。それがあなたの生き方そのものにもなると思うのよ。あ、待って、ちょっと。じゃあね。そう言い残して彼女は颯爽と去っていった。その後ろ姿は7年前のあの頃よりも輝いているように思えた。乾杯だ。彼女は頑張ってるのに、俺何やってんだろう。こんなかっこ悪い生き方でいいのかよ。いや、よくないよな。彼女と会った次の日から、俺は自分を変えるための悪あがきを始めた。上司に頼み込んで昇進できる可能性はないかとしつこく食い下がった。すると今すぐは無理だけど、資格取得などでスキルアップすることで実績が認められるかもしれないとアドバイスをもらった。そこからは死ぬ物狂いだ。今までずっと逃げてきた英語と向き合うことを決意して英検の2級を取得。実務レベルで英語が通用するようになるまでは時間がかかりそうだが、そんな努力は課長を振り向かせるには十分だったようだ。マンナリさん、おめでとう。はい。課長補佐。ありがとうございます。なんと初めて役職をもらうことができた。基本給も手当がついたことでわずかにアップ。そんなことがあり、もっと仕事に注力しようと勤務地の近くに引っ越すことに。家賃は高くなるけど、その分時間はできる。もっと頑張ろう。仕事へのモチベが上がれば職場の人間関係も大事にするようになった。いやあ、課長補佐のまんなりくん。お、得意課長。お前もようやくって感じだな。うん、みんなから随分遅れを取ったけど、俺もちょっと会社のために頑張ろうと思って。なあ、そう、会社のため。うん。お前変わったな。まあね。こんにちは。今日の夜空いてる？いいよ。あれから優子とはたまに会って話す仲にまでなった。優子にはお礼をいくら言っても足りないほど感謝している。結局俺が変わるきっかけになったのは彼女と会った時の言葉が全てだから、これからはお互い大人の付き合いをしていけたらいいなと思っている。そう、
俺は変わった。お金の使い方も生き方も。ようやく彼女と肩を並べられるくらいにはね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。